こんにちは、サグルです。本日は大阪市中央区にお伺いしております。それでは神社って何スタートです。長堀通りに面した石段の坂道を登ればこちら榎大明神がございます。大阪空襲の際、こちらの榎大明神の東側一帯は類焼を免れた。そんなことからかパワースポットとして各媒体に取り上げられることも多々あるそうです。円珠、こちらは中国産の樹木で高貴な木と言われております。ただ昔からの馴染みもあり、そのままえのきさんと呼ばれているようです。まだこういった町の中心によくある話なんですが、こちらの樹木を切ろうとすれば不良の事故が起こった、そういった話も多々残されてるようです。おっかない。地元有志の方々がこういった手書きの説明文だったりいろいろ作られてるみたいで、信仰の厚さを物語っています。そして次の大明神は商店街から一歩入ったところにございます。白玉大明神、商売繁盛を願ってのお供えでしょうが、お酒でお狐様が酔っ払っていたずらしないように注意いたしましょう。そして次は公園内にある朝日新名社跡地、こちらの横にございます狸坂大明寺。昭和41年頃から火災封じ祈願に訪れる人がいらっしゃるとか、結構最近の話ですね。今回は大明神つながりでお送りいたしました。それではまたどこかの神社で。サグルでした。